さんよ、ハーバンドよ、ハイエーチャンネルのハイです。ということで、今回なんですけども、モルト駆逐マンね、使っていこうかなと思います。まあ、このデッキなんですけど、まあ、視聴者さんからね、ツイッターの DM でデッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。まあ、このデッキは、今ね、流行っている外元帥だったり、モルトをね、駆逐するためだけに、まあ、組まれたね、構築になっておりますよと。まあ、このね、デッキ提供いただいたのはね、ちょっと前なんで、まあ、外元帥とかがね、流行る前なんですけど、今ね、ありがたいことにね、外元帥流行ってくれたんで、モルトとか外元帥、シューゲイザーとか、ジャバジャックとかのビートデッキには、めちゃくちゃ強くて、めちゃくちゃね、うざい動きができるんですよ。まあ、3試合ぐらいね、取ってきてるんで、まあ、全部ね、見てほしいんですけど、まあ、なんですけど、それ以外のデッキには、基本的に俺は勝てなかった。うん。だからまだマスターになってない人とかは、この構築を使ってマスターになるのはおすすめしない。マジでモルトとかにしか強くないからね。まあ、ビルヘルムとかには本当になすすべなく負けますし、バキとかにもね、なすすべないので、まあ、マスターになってね、なんかやることないなとか、レジェンドも目指さないし、あ、でもなんかモルト駆逐してーなーって、あ、外銀河に親殺されたし、外銀河ぶちのめしたいなって方がいたら、ぜひね、この構築、ポイントがね、余っていれば使ってみてください。そんなにね、SR とかも入ってないし、お手頃のね、構築になってて、決まってしまえば、ロックさえしてしまえばね、本当に害悪なデッキになってますんで、ぜひね、皆さん使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者3万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。行くぞ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、プリン、オリオティス、ガガアルカディアス、DNA スパーク、ガガピケランでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。マジでね、風邪ひいてる、ずっと。ずっとね、鼻詰まりレベル200みたいな感じになってて、すごいね、今、喋りづらいんで、ちょっとね、聞き取りにくいかもしんないんですけどね、まあ、いつもね、滑舌悪いし、早口だしね、聞き取りづらいんだけど、そこに鼻声がね、拍車をかけていてね、マジで申し訳ないんだけど、相手予言者クルトだね。これまあ、オリオティス、あ、次ガガピカリャンかな、どっちかって言ったら、まあ、ガチンコルーレット打っている暇があるのかどうか。まあ、これね、オリオティス。逆にね、逆にオリオティスなんだ。何デッキなんだろう、相手。高飛車、これぶっ刺さるんじゃない？これね、ガチンコルーレット、高飛車で、相手割と、どぎついと思うよ。これデッキね、マジでビートに強いんですよ。今流行ってる、外元帥だったりとか、あと、モルトだったり、シューゲイザー。そこら辺にはめっちゃ強いんだけど、コントロールにはね、まあ、弱い。弱いというか、もうガガアルカディアス特攻でしか勝てないんで、まあ、モルトに親殺された人はね、このデッキ使ってみてくださいと。まあ、このデッキでマスターとかにはなかなか厳しいかなって思うんですけど、まあ、マスターになって、まあ、ランクまでモルト使ってるやつをしばきたいと。まあでもモルトもね、先行取られるとなかなかきついんで、まあとりあえずね、嫌がらせ特化のデッキですね。まあいわば、勝ちたいというよりかは嫌がらせしたいと。ああ、もうモルト使ってるやつをこの世から駆逐したいと思っている方は、まあこのデッキに使ってみてもいいんじゃないかなと。まあコンセプトはね、面白いですよね。まあ、高飛車プリンなんで、これも高飛車出しまくってれば勝ちなんですよ、これ。で、あとは、あの、涙の卒業式プリンみたいな、あの、初手でマナに置いたやつ。そいつが来れば、あとそれで1点だけ刻んでいければ、勝ちなんですよね。もうやばいでしょ、このデッキ。ガチで嫌がらせなんですよ。相手が、あとね、相手盤面。ジャバジャック。これだってあとね、ジャバジャックで殴ってくるじゃん。で、これパーフェクトマドンナでブロックしまくれば、相手一生縦に来れないのよ。だからモルトも一生流回しないわけよ。これが対モルトだったらね。やばいでしょ、これ。マジでだるいと思う。対戦相手は。さあ、トップが高飛車。これワンチャンね、フィニッシャーとして、ウェディングだったりね、バンベートーベンとか、そこら辺ね、入れてあげてもね、いい。てか、入れた方がいいかもしれない。もしかしたら。そう、これ、本当に、高飛車というか、あの、涙の卒業式か、まあ、ガガアルカディアスもね、乗っけたいんだけど、とりあえず高飛車3体展開してから、ガガアルカディアス乗っけて、まあ、ビートを刻んでいければ、まあ、基本的にはもう勝ったかなと。これ、バルビスビートだっけ？ビルビスビートだったとしても、まあ、高飛車、どけられないからね。これ、やばいよね、これね。
まあ、でもね、難点が一つあって1試合がバカ長いってことだね。相手が諦めなかったら軽く10分は超える1試合。本当に、ね、実況を撮ってる時ね、何喋ろうかなっていう、もう10分以上かかってね。でもこれジャパジャック3兄弟揃ったけど、高飛車3兄弟の前ではね、3姉妹かもはや、こっちはね。いや、まあジャパジャックも姉妹かもしんないけども、高飛車3姉妹の前には、まあジャパジャック3兄弟ももう逃げ出すでしょうね。何もできないんだから。だってこれどうすんの、相手アイドルフォーメーション、はよ、これハイドルフォーメーション打つしかないよ相手。何もできないから。強くない、強いのかどうか分かんないけど、うざくないが一番合ってるのかもしんないね。これあとガガールカリアス乗っけて勝ちっすね。呪文唱えられないし、まあ、相手も殴れないしで、もう超えられないよ壁は。クルトってエイリアンじゃないもんね。なんで勝ちかな。なんで、まあ母なる大地の枠とかを、まあ、1枚ウェディング、1枚バンベートーベンとかにしてあげると、まあだいぶ勝率はね変わってくるのかなと。まあフィニッシュ手段がマジガガールカか、あの涙の卒業プリンしかないので、母なる大地なんで、いや大地はな、大地8マナになっちゃってるからな。まあ強力なねトリガーではあるんですけど、まあ大地じゃなくてね、なんか他の枠にしてあげてもねいいのかなと、まあ回しながら思いましたね。まあデッキの、これはデッキ提供のねデッキなんで、まあレシピはね変えてないんですけど、まあ回してみて、まあそう思ったんで、ぜひ皆さんは、まあ、モルトをね駆逐したい方は、ぜひ第一の枠を何かに変えてみてくださいということで、対戦アードシュワー完封だね。さあ対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、涙の卒業プリン、ガチンコルーレット、高飛車プリン、 DNA スパーク、涙の卒業プリンでね始まった第一なんですけど、これってマジで涙の卒業プリンって感じなのかな。これ逆転プリンセスプリンみたいな特別な読み方あるか、ちょっと調べてみるか。動画撮る前に調べろやって話なんですけども、さあガガールカリアスなんで、これ DNA スパーク置きながらの、いきましょう、ガチンコルーレット。これ自然と光か。さあガガールカリアスね、ガチンコ社長買っていく。やばい、これマイグラデュエエディションプリンだって。これ涙の卒業と書いてマイグラデュエイエションプリンって書いてあるわ。もうキラキラネームすぎてついていけない。さあこれ一旦、あ、これね、高飛車出していくしかなさそうではあるんだよな。ラブスナイパーとかでもワンパンなんでね、ちょっと一旦これ涙の卒業してくるわ。ああ、マイグラデュエエディションプリン出していくわ。ああ、とりあえずね、もう言いづらすぎるでしょ、これ。実況者殺しでしょ、これ。マイグラデュエエディションプリンはさ。で、これラブスナイパーとか来ないでしょ、で、アンタッチャブル2面展開だ。これは僕の思うツボです、これ。はい。これアンタッチャ、あ、これ外元帥とかも絶対入ってるでしょ、これ絶対ね。今流行りの、巷で話題の外元帥。いや、これラブスナイパーワンパン、マジで不愉快、気回りないけど出すしかない。行きましょう、高飛車プリン。で、6マナ、モルトは流解しない。で、ラブスナイパー、マナに置いてるから、ない説を押したい。ダイハード流星。いや、これ外元帥ガチ入ってんな、これな。外元帥を駆逐してるぜ。なんだかんだ外元帥の動画僕も撮ってますけど。いや、これなんですよ、皆さん。強い。これで高飛車取られるのがガチきつい。そう、これね、そう、外元帥とかこういう、まあ外元帥入ってるか分かんないけど、このシータ系ってね、流星ホールがあまりにも強くてさ、ズルなんすよ、これ。いろんなとこからね、俺のこのコンセプトを破壊してくんだよね。もうガガールカ乗っけるトンカリするしかない。呪文封殺します。とりあえず。ホール系を封殺して、あとは、もうモルトとか外元帥で負けなんすけど、外元帥で、だとまあ DNA ないと負けっすね。しかもラブスナイパー持ってたか。いやー、強いな。目立ってるつもりか、逆に目立られてる可能性を示唆します、僕は、この動画で。だが、ここから勝つよ、僕は。あ、トワリューか、オッケー。ここちょっと外銀河とかだったら結構きつかったんで、いや、トワリューの方きつくない？あれ、トワリューの方きつくない？二点パンチで DNA とかなんか来てほしい。あ、母なる大地悪くないぞ。母なる大地悪くない。無垢の深淵です。トワリューと、コンクリとかも入ってんのか。コンクリでいいか、パワー1000だし、クロックパワー3000でちょっと高いのうざいんで、一旦ロボコンクリオンで僕の高飛車と母なる大地を山札に戻してもらおうか。
話はそっからだね。アンタッチャブルの一点パンチでもここで結構縦破られるのきつくない。 DNA ならきつくない。さあ DNA スパークで全てをタップします。縦を追加します。でトップが来た。強いなそれ。その高飛車めちゃくちゃ強いし、一応オリオティスで、これで流星ホールとかケアしながら、いやこれねめちゃくちゃ強い。始まりましたロック。君はロックなんて聞かないって思いながら始まりましたロックが。あとはパーフェクトマドンナで GG で GG グッドゲーム GG。 これは来た、決まってしまった。外元帥も怖くない。さあクロックで時飛ばし、トップがガチンコルーレット。ガチンコ打つか一旦。さあガチンコルーレットで母なる大地が落ちて OK。 トップグレンモルト、いやでもまあ逆にグレンモルト出してくれてもね。グレンモルトのねウェポンがね盤面1個埋め尽くしてただの置物になるんで、この高飛車とガガアルカディアスの前では。さあガガピケラ悪くない。これパーフェクトマゾンじゃないわ。ガガアルカディアスのもう一個の進化元にもなるし、何、あ強い、これ勝ちですね。あとビート刻んで勝ち。呪文唱えられないし、涙の卒業取れないし、いやマジでパーフェクトマドンナで勝ちだな。パーフェクトマドンナでマジで必勝です。この必勝に勝ちパターン、もう勝利の必勝リレーだ。勝利の方程式だ。勝利の方程式が言いたかったんだ。勝利の方程式が出来上がるんですけど、さあオリオテスジャッジの偽物。まあでもオリオテス2枚も強いしね。これで、でも相手も呪文唱えられねえからな。でもクロックあるんだよな。結構めんどくさいっすけど。外元帥見えてないけど入ってないのかな。でもさすがにこれで入ってないわけがないか。とりあえず刻みます。高飛車からとりあえずね。多分もう取られないんで、高飛車に関しては。1点。こっちはこれリーサルある。ガガルカ3点いって。逆にここでクロック踏んでもらったらありがたいまであるけど。さあトリガー発動でクロック OK。で、次あとガガルカで3点いって勝ちです。もう安全に勝ちだね。で、どうあがいても高飛車も取れないので、まあなんか、鈍水とかはもう唱えられないし、本勝ちも一生できないんで、ブロッカーある高飛車は。まあ、ダイハードで、あれかな？延命はあるな、ダイハード。ダイハード延命はガチである。大体マジ、モルトとかもう封じられてるんで、モルト外元帥が。もう出してもほぼ意味ないんで。だいぶ、もうダイハードぐらいしかないと思うよ。耐える術。あ、グレモルト来た。だけどもうこれ盤面埋め尽くされたんでクロック出ませんもん。あ、でもあれか。あー強いねそれは。え、でもそ、んー、わかんない。もうわかんないわ。ごめん。あ、そうか。高飛車取られんのか。でももう、関係ないか。クロック出ないんで勝ちか。いや、コンクリオンのガガトンカチとか、だよなー。あ、そっち？あ、でも通してもよかったか。通していいのか別に。あ、でもいいや、もうブロックするわ。あ、でも通していいよな。通せばクロック出ないよねってなったから。まあいいか。あ、まあでもどっちみちいいわ。どっちみち。多分相手もこれもうロックされすぎてて、もう多分頭がね、もうあっぱらばになってるから。わかる。こういうね、外役デッキと対するとね、もう本当にね、オーンってなるんだよ。ところでクロックも封じたんでね、はい、ダイレクトアダック対戦アーダッシュアー。さあ対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、高飛車プリン、パーフェクトマドンナ、オリオティス、ガガールカディアス、ガチンコルーレットでね始まったオープニングハンドやっていきましょう。あるね、ガイハートがチラリチラリとあるね。俺はモルトが入っているんじゃないでしょうか。はい、ぶちのめしましょう、ガイハートをね。しかもねこれ先行取ってるのがめちゃくちゃ偉くて、先行取ってないとね意外と間に合わないのよモルト。マジで早え、あいつ早いのやめてくんねえか。マジでさ、これオリオティスも効かないんからね。逆転プリンセス、手芸か、また手芸モルですか。手芸モルはぶちのめしますよ。オリオティス、オリオティス置いていきましょう。ガチンコルーレット、手芸はねかなり有利対面だね。さっきも
戦って勝ちましたからね。多分ボツになってますけどね。マジでメンバーシップの動画、僕メンバーシップ基本的に配信とかね、配信のアーカイブとか、まあ、スタンプとかバッジがね、特典なんですけど、なんかね、配信でボツ動画も見たいですっていうね、まあ、意見が結構あって、まあ、この間もね、ゴスペルのデッキをまあ配信でちょこっと見して、俺すげえプレミして、すげえボツ動画あるんだよねっていう話したら、ちょっとボツ動画だけで動画作ってね、メンバーシップ限定動画にしてくださいみたいなのが、まあ言われたんで、すごいあんのよ今、デスクトップに。もうボツ動画がもうたらふくあるよ。俺がプレミして発狂してたり、オチに採用するにはちょっと弱い負け試合だったりとか、結構無限にそういうのがあるんだよね。なんだかんだユハイチャンネルね、厳選してるんですよね。プレミア厳選しないけど、オチ厳選するからやっぱ。一番大事、負け試合が。もう最近負けねえかなと思ってるからね、最近。あー、オチ取れねえなー。あー、これラスタテクロックじゃねえかなって、こう、ラスタテクロック祈りながらね、多分縦殴るの俺ぐらいだと思うんだよね。本当に。負け試合を取るのがね、結構むずいんすよね。なんか普通の負け試合ならね、全然毎日取れるんですけど、面白い負け試合って、なかなか難しいんで、でこれで、ね、高飛車出してるんで、モルトはもう、引きませんと。モルトをケアしてんのでかいし、シュゲももう、止まったも同然ですね。で、これパーフェクトマドンナで蓋してあげれば、もうロック完璧です。君はロックなんて効かないって思いながら、もうブロンズアームドライブもう二王立ちしてるからね。さあ、パーフェクトマドンナ。完璧ですね。本当にパーフェクトなマドンナです、あんたは。これでもう高飛車を取ることができない。さあ、逆転プリンセス。で、7マナ使ってエブリワン。モルトでもシュゲでも、もう、盾をブレイクできることはありません。これ、えぐいよね。これ、ほんとうまいこといければ、環境でもなんか戦いそうなくらい、ギミックとしてはね、強いと思うんですけど、でもね、やっぱ、外無限じゃなくて、なんだっけ、名前忘れたわ、なんだっけ、今、ちょっと巷で話題のやつ。なんだっけ、名前忘れた。なんだっけ、外無限みたいなやつ。なんだっけ。結構、学ぶそこの日のやつ。いやいや、俺動画にしたのに、また名前忘れたわ。グレンモルト。これ、流解しませんからね。で、殴っても来ないと思うよね。殴ってきてもパーフェクトマドンナブロックなんで。で、これ、ガガピカランでバロンドール。ガガピカランバロンドールだったでしょ。ロリツ回ってなさすぎじゃね。ガガピケランで、あれっすね。ガガアルカディアスを持ってきたい。で、これ、フェアリーライフとかね、打っちゃうと、ガガアルカディアスがね、流れる可能性あるんで、これ、アンタッチャブル2面展開だったら、ありがとうまであるね。もう、盤面相手が、もう7体並んだ瞬間に、クリーチャーのトリガーが、もう出なくなるので、ガガアルカディアスで呪文封殺すれば、もうリーサルなんですよね。これが本当に強い。その戦い方がね、一番強いまである。あ、でも逆転プリンセスか。あ、逆転プリンセスじゃねえわ。勝利のプリンプリンの方だね。このことによってね、こいつエイリアン持ってるんで、ガガアルカディアスを立てても呪文を唱えられてしまう。だけど、シュゲモルってなんかそんなに、ちょっと一点通してガガアルカディアス探しに行きます。一点通してガチンコルーレットは弱い。ガチンコルーレットは一番欲してない。DNA スパークも一番欲してない。あとね、フォアグリとかね、入れてもいいんじゃないかなと。回しながら結構案がね、出てくるから、このデッキやっぱね、伸びしろが無限ダイナです。無限にね、伸びしろあるんで、ぜひ皆さんも、このデッキにいい感じにね、改良していただいて、デッキ提供待ってます。はい。皆さん、デッキ提供待ってますよ。さあ、ガチンコルーレット。さあ、パーフェクトマドンナで勝って、やっぱね、結構マナも溜まるから、このね、盤面作り上げたら、あとマナ溜めるだけなんですよね。なんでやっぱりウェディングとか、バンとかね、ここら辺がいいかなって思ってるんだけど、まあ、フィニッシャー問題と枠問題があるからね、枠がね、そもそもないので、さあ、8マナ。多分もう、積んでますね、シュゲモルは。この盤面が出来上がったら、多分もう、どうすることも、やばい、もうごめん。ロレツがうんちだ。デュアイプレイ実況者の笠上にも置けないぐらい、もう滑舌もプレイングもうんちだね。救いようがないわ、この男。さあ、逆転プリンセス。さあ、こいつも確かエイリアンなんで、ガガアルカディアスのバリューがみるみる下がりますけど、まあいつはもうトリプルブレイカーというね、大打点なんで。
で、これはもうパーフェクトマドンナで一生トンカチもねケアしてるんで、もう何もできん。相手はマジで、相手ガチで積んでますからね、これえぐいよね。 DNA スパーク、オーマイガーだよこれ、オーマイガーよ。俺はもうどうすることもできない。打つのももったいないしね。もうエンドしかないんだよな、マジで。あとガガルカか、高飛車2枚目、あと涙の卒業プリンだっけ。てかあれってさ、涙の卒業プリンってそのまま読むのか。あ、強っ。涙の卒業プリン、ちょっとなんて読むか。だってさ、逆転プリンセスプリンってもう読めないじゃん、あれ。もうキラキラネームなんですよ、最近デュエルマスターズプレイス。9マナでエンド、そう、相手もエンドするしかないからね。母なる大地、そう、この涙の卒業プリン、ちょっとググります、今。あの、公式で、なんて読むか。一旦これ、母なる大地で、オリオティスを犠牲にします。これ、パーフェクトマドンナでいいじゃんって思った方いると思うんですけど、盤面パンパンになると、この時ガチで弱いんですよ。なんで、オリオティスもいらないんで、もう、パーフェクトマドンナ2体あればいいんで。で、あと、この、ちょっと待ってね。これね、あれ、マイグラデュエーションプリンって言うらしいよ、これ。涙の卒業と書いて。涙の卒業と書いて、マイグラデュエーションプリンらしい。舐めてるね、人類を。で、これ、高飛車出して、で、この、マイグラデュエーションプリンで、殴って勝ち。これで殴って勝ちっすね。これで、まあ、モルトとか止めながらかな。逆に、手芸でも関係ないよ。これ別に何でもいいんだよね。もう何でもいいと思う。別に手芸でキリュウジリベスとか出されたとしても、逆転プリンセス出されたとしても、高飛車で全部止まってるんで、何の問題もない。強くない？強いというか、この時やっぱうざいね。決まると特定のね、ビートデッキは相当きついと思う。このデッキと対峙したら、なかなかきついよ。泣いちゃうもん、俺だったら。だけどね、やっぱね、コントロールデッキにはめちゃくちゃ分が悪いのよ。なぜかって、高飛車ビルヘルムワンパンなんですよね。ビルヘルムワンパンだし、なんかまあ、コントロールデッキには無理なんで、まあ、ランクまで使うのはあんまりおすすめしない。だから、このデッキの使い方、まあ俺が教えてあげれば、まず友達をデュエプレに誘うよ。今ね、二次三次コラボやってるから、デュエプレ始めないって言って、でやり方教えてあげるよ、つって。このね、モルトっていうデッキが一番強いよって言って、モルトを、まあ、1万円ぐらい課金させて作らせて、じゃあルームマッチやろうよっつって、このデッキでモルトを完封する。これですね。これでデュエープレイユーザー増えます。めちゃくちゃ増えると思う。神ゲーになるね。あー強っ！でも高飛車2体いるから、でも高飛車取るしかないか、それか涙の卒業取ってくる。卒業する？旅立つか、墓地に。あー、やっぱそうだよね、高飛車の方。俺ね、次リーサル取るためにはガガピキャラに行かないといけないね。一点刻みますか。一点刻んで次リーサル取るって言ってる、俺が。全俺が言ってる。で、これね、手打ちでボルメテウス、ホワイトフレアとか打たれると結構きつい話にはなってくるけど、手芸は止まってるんで、モルト流解したところで負けはしないけども、ちょっとわかんなくなってきてはないかな。でもさすがに勝ちかな。盤面がもうパンパンなんすよ、相手。なんで、結構きついと思う。わからないけど。これこっから負けたらマジゲロ吐くけどね、さすがに。図が高いんでもうどうしようもないっすね、これは。多分勝ちだと思う。まあ、もう一回、ボルメテウス、ホワイトフ、あ、勝ったね。これは勝ちです。ガガルカリアス！いいところ来るやん。いいところで。一応、打点を増やしておけますか。まあ、ボルメテウス、ホワイトフレアだったらもうどうしようもないですね。逆転プリンセスとかがエイリアンなんで、呪文はどうしても唱えられるんですけど、結構見えてるからな。一旦 DNA 打っとくか。DNA 打って、いやー、これでも盾かな。盤面取ったところでだもんね。いやー、コングラチュレーションから行く？いや、ガガルカだな、めんどくせえから。行って、何もなかったら勝ちということで、高飛車でダイレクトアタック対戦、アードシュアー、オッケー！